皆さんこんにちは博多南インタビューアーズトーカーズこの番組は NRS ラジオ不定期プログラムです博多南駅前ビルに関わる人にインタビューしたり博多南駅前ビルで行われたトークイベントを配信したりしています本日は二人でお届けする予定になっておりますはい、はいえっと、私こととば中川の井上理子と 私コトトバ中川の長野ひろとですすすよしししくおお願願いしす、はい願いしままは本日はですね「ことば中川」で行っているスクラップブック研修というものの結果を2人でお話ししながら気づいたこととか思ったこととかをアウトプットしていけたらなというところなんですけれども、はいえっと、スクラップブック研修何回か収録を行っているんですが毎回のテーマ こう空から降ってくるテーマに合わせて神 <はい S 2> 神様の神のを受けて <laughs> 今回はこれですというテーマに合わせて各スタッフが気になったことを記事をノートに貼ってそのノートをみんなで回し読みしながらコメントを見て書いていろいろ考えて交換日記のようなねスタイルでやっております。れれをみんんんななで学んでで学いいここううとももののすけれどもこの まあ、交換日記ですよね意外とこの皆さんのいろんな視点とか、うん、自分が思ってない着地点とか、うん、気づきとかがあって、うん、毎回このアウトプット用のポッドキャストでもいやあれはさとかこう話が広がっていくんですけれども、うん、読み応えありますもんね結構一個一個が、うん、そうでがね、まあ、なかなか読むのも時間かかるし。 しまっってて自分の中の中闇に入ってそうそう手が止まっちゃうというかね仕事中にやるの結構大変なんですけど <laughs> で、まあ、一番直近のテーマで言ったら子育てをめぐるインフォデミックについて、はいはい、収録をしましたこれは「3歳児神話」の投げかけをしていただいたスタッフを元に3人で収録したんですけれどもその次のテーマとして今回ですよね。今、はい、今回回ですすね、はい、いきますよ今回のテーマ 同性婚訴訟について出くわした、思いがけない角度からのアプローチ。今、せいのとか来るかと思いまちょっと構えちゃいました。今。<laughs> なんだ、一緒に読みた,かた。<laughs> あ、じあ言って、言っていいですよ。今、ここから。<laughs> ここからですか。<laughs> そう、あの、同性婚訴訟に対する思いがけないアプローチ。というテーマで、あの、先ほども。えりこさんに言っていただいたみたいに、スクラップブックで。あの、自分が気になる記事であったりとか。 情報を集めて、それに対してそれを読んだ人がコメントしていくという形で、えっ、ー、と検証を行いました。これどうでした？なんか皆さんが上げてもらった中で気になる記事とかって、えりこさんどうでした？ありました？私今回ですね、はい、あの記事あどれが記事に対してどれがっていうよりかは、うん、なんかちょっとこの研修の目的に沿ってないかもしれないけど、うんうん、その記事を読みながらその途中で気づくことってのは今回多かったなと。 思ってたんですよ読読みながら、うん、読みななががらら、えっと、例えば同性婚訴訟について、はい、って考えてみんな記事を書いてくれてるんですけどその中であの出くわした思いがけないアプローチっていうところが多分ミソでうん、うん、そこをみんなどこかなどこかなって探りながら書いてるわけじゃないですか。 でその記事の中にもさらに思いがけない角度からを探しながら読んじゃったんですよ。ななるほどなるほどなるほどど <laughs> あそうかみたいなことが結構あったなと思っててででなんかそうですねいくつかあるんですけど1個思ったのが、はい、性別適合手術をした人も乳がん検診受けれるみたいな受けたいと思うとか。アンナささんがあげててくださってたやつかなえとどれだったかちょっっとどれだったかは覚えてないんですけど。とかかなんか 裁判で何でお金を請求するのかとかその辺の部分とかがそう裁判はするっていうことで今回訴訟っていうことだから裁判とか法律とかっていう切り口のもいくつかあってその中で、まあ、何が現在できてなくてできるようになるのかみたいなところの中であこれはできないんだっていうのも気づきもありましたね。 うん、あるルールっていうところ、なんか僕も同じようなことを結構考えちゃってなんか逆になんかそこにしか目が行かなかったなっていうところがあっちゃったんですよね。その結構多分共通して言えることだと思うんですけど、あのこれは今ルールを変えてほしいって訴えを起こしているわけじゃないですか。それなんかそれが合ってるのかどうかすらちょっとわかんないんだけど、あの。 古谷さんが挙げてくれたあのいろんなあのこの性別だったりとかあの婚姻の自由っていうところを取り上げたあの裁判の判の例ああ弁護士協会さんが出されてた記事一覧みたいなあれをなんか結構すごい深く読んじゃって<う>あのルールをさ,うん、うん、さすがにそもそも設けた上に。うんうんうん えっと後からそれが、えっと、ちょっと今の状況に適してないんじゃないかっていう訴訟が起こされるわけじゃないですかうん、うん、それに対して会、えっと、わないもうそもそもルールがある上に載せられないから排除するやったりとかうん、うん、そこにプラスその人が持ってる偏見というかバイアスみたいなものが乗っかって主張が通らないみたいなことがすごく起こるのに対して。 ルールっていうのはそもそもなんか変えられることが前提であるべきなんじゃないかとそうそうそれにもう結局それが壁になってしまうのであれば、うん、なんかそもそも変えなきゃだよねっていうのを前提に作ってないといけないものがこうやってすごくそういういわゆるこのマイノリティと呼ばれる人たちにとってのすごく大きな壁になっているので。うん が、なんかそもそもの問題なのかなっていうのはすごい考えましたね。こう、なるほど。そもそもの問題が何かが気になったタイプですか。そう、そうです。そうです。そうです。かなんか、どっちかというと、その。ねうん、僕のが、こう、ここに、のいろんな文章を読んだりとか、うんうん、あの、探していく中で。あの、一番引っかかるのは、やっぱりそこだったんですよ。ああ、こういう視点もあるのか、は、確かにあったんだけど、やっぱり、その。 そもそもなんでこんなことしなきゃいけないんだろうっていうかうそのこ,うこうやって訴えを起こさなきゃいけない状況にまでなったんだろうとかそこに対しての壁は何なんだろうっていうところに結局なんか行き着いちゃう自分がいてうん、うん、そこはなんかまあつらいというかなんか結構大きな壁だなっていうのはすごい感じながらうん、うん、そこにたどり着いたわけじゃないですか。それっってどうなったら打破できる イメージとかあうん結論イメージが湧かないんですよ。あ<ー>そうっていうのはあのいろんなとこで起こる問題だと思っていてうん、うん、この作ったルール変えられない問題そうそう自分で作った壁乗り越えられない問題みたいな<ー>それは本当にいろんなとこでいろんな人がぶつかってるものだと思っていて。 なんかある種世の常でもあるのかもしれないし、うん、ただそれを世の常と切り捨てていいのかっていう,う結構大きななな問題な気はしてるんですよねなんかそれに対するおそらく思いがけないアプローチで打破していくっていうのが今回大事な視点じゃないかなと思うんですけどその辺はどうですかそ,うそこが、うん、もうあの 解釈の仕方その法律って結局そういうところじゃないですか僕学校あの法学部だったから、うん、よくそういう話をしてたというか聞いてたというかそんな感じだったんですけど、うん、あのその書いてある条例とかうん、うん、その文面上に「ダメって書いてあるからダメということではなくて、うん、何がその中でダメなのかっていうことを細分化して、うんえっと、じゃあこういうやり方だったら OK だよねみたいなことを別、うん、の別の あのまあ言ったらそのトンチき化してじゃないけど乗り切っていくみたいな,な抜け道を探すみたいなそうですそうですそうですこっちはだめって言ってるけどこっちはオッケーって言ってるでもだめということじゃなくてこれがだめなんだからその中でもこの一部これがだめなんだからそれがいいだろうっていう解釈の仕方でこれでいいでしょうっていう,う <laughs> 持っていき方をするとかその弁護士さんとかは割とそういうお仕事だったりされることもあるから。<laughs> まあでもその思いがけなさはもしかするとそこにあるのかもしれないしそうそうなんかまあ難しいことだと思うんですけどなんかそのこの同性婚訴訟でこう深く読めば読むほどそういう。 なんだろうか法律的な壁みたいなものに、うん、ものすごいなんかいろんなパターンのなんか戸籍法だったりとかな、うんとか法だったりなんとか法だったりの、ねうん、いくつかに多分かかってくると思うんですけどななんかかそののて言ったらいいのかなあと私これを見ながらあのなんだろう結局戸籍法とかにかかってくるから。うんはい 結婚して名前が変わるのとかも気になり始めて夫婦別姓とかそもそも、まあ、男女の縛りがないとなった,となった場合性別性別っていうか性の縛りもおそらくなくなってくるわけじゃないですかはい,はい,、はい。なるほどはい、だからそもそもその同性婚とか性別にもかかってるし、うん、そ,のそういうんだろうかそもそもの枠組みを。 枠組み自体におそらく今ガタが来てるのであろうということがおそらくそのどん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 いろんな角度から見えてきてる状況ってことですよね。はい、で今回もおそらく問題はそこだろうというところまでは我らはなんとなくたどりついて我らてそうそうそうの船はそこまではいった行き着いたとさてどうしようみたいなところに今、はい、<laughs> なっていて、ね、でもまあそこはその じじじゃゃゃあ裁判起こそううかっていいいわけじゃないじゃないですかでも悶々としてしまうその先に何かこれから私たちはこれを知ってしまってこれからどう動いていこうかどうしていこうかっていうところは意外とこう考える余地はあるかなと思っていてなんかそれはそのまあ私たちこの公共の博多南駅前ビルを運営する事業でもある中でまあ例えばその1回。 多目的ホールとかで人権関係の相談会が月に1回行われてたりとかもするんですけどそれも、えっと、この同性婚訴訟とかだったら同性婚ができないことで人権を侵害されているというような解釈をする場合があるじゃないですかありますねでそれって人権を侵害されるってすごく良くないこと、うん、でその不要不急じゃないこと。はい だからコロナ禍であっても人権相談は不要不急ではないから必ず定期的にするんだって言われて今もしっかり開催されてるんですけどんかそういうんだろう考え方をあ違うなんていうかな普及させるとかそういうことじゃなくてなんか理,理解考え方への理解をなんかこうきっかけとして。 出していろんな人に考える機会を提供していく、うん、提供するってなんか上から目線ですけどなんか作れていくとかは結構考えられることかなと思うんですけどどうかな今その新型コロナウイルスの問題とかもあってある種それの,その不要不急かどうかだったりとか。うんうん えー、例えばこの企画は開催するか否か、うん、みたいなところの判断で、うん、そ,のその判断する人が何考えてるのかとか、うん、どういう人なのかとか、うん、どういうことを考えてるのかみたいなのが、うん、結構浮き彫りになってくるじゃないですか。という,なるほどそうそのうん、うん、例えばそのえりこさんの話もそうで、うん、あのその人権相談というものをあの不要不急と捉えるか。うん 田舎、うん、でその人がどれだけそどういうど,どういう立場でそこに向き合ってるのかとかがすごい浮き彫りになっていくじゃないですかうん、うん、だからある種このちょっと話が戻っちゃいますけど、うん、同性婚の裁判への向き合い方とかうん、うん、そこに対するこう考えたことのアウトプットとか結論みたいなもの、うん、その人なりのな出ないんだろうけど結論とか。うんうん みたいなものはなんかある種同じようなことなのかもしれないっていうのはちょっと思いましたね、今聞いててちゃんと考えてるか否かといったらちょっと語弊があるけどうん、うん、どこまで見ようとしているのかとかうん、うん、なんかそういう話ではもしかしたらあるかもなって確かにそれはそうですね。うん、なんかこの いろんな企画とかが中止になっていく中でこういう理由でやりますって筋を通す場合と、はい、こういう理由でやめますって筋を通す場合とあるじゃないですかでもやっぱそこにはいろんな意見は出るけれどもその確かに主催者の姿勢とか考え方とかこれからのに対するビジョンとか、はい、やっぱり大きい団体になればなるほど社会的立場的なとこを考慮しての。 メッセージ性っていうものが浮き彫りに確かに浮き彫りになる形でもあるし、うん、示しやすくなるというかダイレクトに私たちはこれをするんだっていうのを出しやすくはなってるかなと思いました考え方方向性みたいなものもですよね逆に伝えられるタイミングじゃないかなと思うそうですね、うん、ああ捉え方によってはですねうん、うん、確かにそうそうだしちょっと 話しとれるかもしれないんですけど、うん、あのダンスのワークショップとか、はい、そういうイベントの,、はい、あの受付フォームみたいなものに僕がすっごい疑問だったことが1個あって<う>あの性別を聞くんんんでででですすすよよなかかわいそれが結局。うん 何ののためだろううっていうのをすごい考えてていいすご考え僕も言葉、えー、と,と,と,とはまた別のことで、うん、そのダンスのワークショップとかを自分で開催したりとかしてるんですけどあの必要がないから聞かないんだけどわざわざ聞いてるところがあって、うん、あのその性別欄にチェックマークつけるものがあって「うんうん、男女」。 なんていうかな言いたくないみたいなのがあって言い,い言いたくないというか <laughs> あの公表しないみたいなのがあってあんかんか何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 かね。なんかわざわざ聞くのっていうところもあるしあ<ー>その明示しないという選択肢の言い方というかうんそこがあの明かしたくないみたいな書き方でうんどちらか言葉的にですねあったからなんか うん <laughs> ってうん <laughs> すごいモヤモヤしたんですよね。そうです。最近そういう質問だいぶ減りましたよ、ね。だいぶ減りましたね。でもなんかある程度必要性があるものに関しては聞いて聞いてしかるべきかなってところもあるかなと思いますね。なんか例えば保険がどうたらとかそういう話があるんだったらなんか書かなきゃいけないから聞かなきゃいけないとかうんもしかしたらあるのかもしれないけどなんかそれによって例えば そのまあ、例えばダンスのワークショップの内容がすごく変わるのか、うん、例えばその選曲だったりとかそこが変わるってなるとちょっと悲しいなというかああ<ー>と思っちゃった節もあったし,しうんそれは一緒でよくないかみたいな例えばその参加者の中に男女比を気にする人がいるとかあ<ー>男の子がなんかその例えば小学生うん、うん の,あの子たちを対象にした時に、うん、10人募集して男九女1だったら自分女1やったら参加しませんとかいい,いた <laughs> そう,いう子はいますよね、うん、経験したことはあります、うん、とかうんそういう時なんかお客様からどれくらい他の方男の方いらっしゃいますかとか多分問い合わせがホームに入ったりとかするパターンだと思うんですけどその辺は。 まあ女子限定男子限定は全然ありだと思うけど共同で募集する時の難しいとこですよね,すねあと発達段階はやっぱ男女で多少小学生とか差があるから体力的なところでもしかしたら区切りたいのかもしれないですよねうんうん、うん、なんか理由は明示してくれってちょっと思っちゃいました、うん、あーチーム分けに使いますとう,うそうそう,そう <laughs> 例えば、ななんで聞くんだとはすげえ思っちゃってそういうことかその時はそうそうだしその 今この目の前にある同性婚訴訟みたいな問題がこうさっきもちらっと話に出ましたけどあのふたされてるというわけじゃないけどちょっと置いてかれてるというかそういうところにはなんかもう問題と言われて問題と言われてというかこういわゆるこのソーシャルイシュー の話題に出てからうん、うん、かなり時間が経ったからなのか、うん、まあまあ言い方はあれですけど、うんあのー、そういう未解決の問題にもう蓋をしてしまいかけているだけなのか、うん、というところは結構なんか大事なことなのかもしれないなとは、うん、なんかその、まあ、このことに限らず、うん、なぜかニュースに流行り廃りが出るじゃないですかなぜか。 LGBTQ+ にしてもバーンって急になんかテレビで取り上げられたりとかすることもあるそういうキャンペーンの時期もあるかもしれないけど、はい、今はどうだいみたいな同性婚訴訟も訴訟があってる間とか訴訟逆に訴訟 ししましたがが多分一番注目度が高くてでだんだん,だん,だんちょっと薄れててなんか2年後か3年後とかに判決出ましたでまたバーンってなってっ、ね、今バーンってなってる時じゃないですか、はい、札幌の方で出たからでまた次のが出たらまたバーンってなると思うんですけどうん、うん、やっぱそういうタイミングっていうのはどうしても避けられないのではないかと思っていてやっぱみんながみんな毎日そのことを考えるのはやっぱ難しいと思うんですよ。ただ逆にその 波の,波の上の方というかバーっと盛り上がった時にいかにそのことを考える時間を取るかっていうのが多分大事かなと私は思っていて毎日私も LGBTQ のこと考えてないし、うん。<laughs> えっと、同性婚訴訟について悩んでないし結婚して名前変わったのちょっとどうかと思うなとか毎日言ってるわけじゃないから, <laughs> <laughs> からどうしてもやっぱ自分事でも自分事じゃなくてもそういうことあると思うのでただやっぱ耳にした瞬間とかちょっと気になった時とかにちゃんと考えるという癖づけっていうのはやっぱり大事なんじゃないかなと最近は思ったりしますね。うん、そうっすねなんかだし、うん、今ななんか聞きながら思ったのは、うん、あのはあ そういうい考えるタイミングの時に、うんうん、その途中経過とかずっと後追いしてくれてる人がやっぱりいるわけじゃないですかそれが当事者なのかもしれないし情報を出し続けてくれてる人がいるからなんかその人たちの存在意義ってものすごく大きいなっていうのな,あなるほどそうですねね思いました、ねうん、注目されなくてもログとしてどこかに出ているということですよね。 リーチがバーンと伸びるタイミングで,うん、うん、でみんなそこを見に行くというかっていうところは、まあ、ある種そ,のそこにしか情報がないということではなくてそれはそれで良くないじゃないですかうん、うん、偏っちゃうからなんかそれをちゃんと残してくれてることの意義ってうん、うん、すごくこう社会にとっては実は大きいなっていうのはすごい感じましたね。 なるほどその今回のテーマが思いがけない角度からのアプローチっていうのもあってそのロゴを残すっていうところで今言われてたみたいに1つのところからのログだったらやっぱ偏ってるかもしれないしその人たちの気持ちで書いてる可能性もあるけどやっぱりそこを何,か何個か見ることであここはこ,ここだけこういうこと書いてあるとかあそこだけこういうこと書いてあるとかからやっぱ選べれるようにはなりたいなと思っていて。いや確かに、うん で今回その同性婚訴訟についてすべ、えっと、ての人に結婚の自由をって,言って歌っているところと、はい、なんか結婚をみんながちゃんと選択できるようにみたいな歌っているところと言い方は同じことだけど切り,方切り口が違うスローガンを掲げている団体がいくつかあってでも、同じ事例を取り扱っているのに やっぱそこかからら見た角度っていううのが全然違うかったからそれはやっぱり面白いと思ったし同じホームページの違うページを参考にしてるスタッフもいたし全く違う団体のページを持ってきて書いてるスタッフもいたからそのスクラップブック研修だとよりその角度っていうのが自分が見つけられない角度から出してもらえる違う人にそういう意味ではこういう形の研修は自分以外の角度を見れるから面白いし。 より考えられるなと思います、うん。なるほど。なんかあれですね。あの新聞の隅っこに総理大臣の一日載ってるじゃないですか。<laughs> 載ってる。<laughs> <laughs> あれをあの新聞記者がやって書くんじゃなくて、うん、例えばなんかなんだろうな、全然その業界関係ない人がの目線でそれ書いてもらったら、あのなんか。 何回この口癖言ったとかメーターとかで何時から何時には何回言いましたみたいなので <laughs> なんか撮ってもらったりとかそういうのもある種、うんうん、違う角度から見た同じログじゃないですかうん、うん、なんかもしかしたらそういうことなのかもってそれによって愛着が湧いたりとかね、はい、あの親しみが湧いたりとかするという。 で角度が違うだけですごくいいものに見えたりするじゃないですか、うん、逆にすごく悪いものに見えることもあるけどでもまあそういった意味ではいろんな目線で見るということは大事だなと思うし、うん、その根幹にはやっぱり変えれないこともあるかもしれないけどどうやって情報を取っていくか、うん、どうやって逆に発信をしていくかっていうのもこの機会にすごく考えたような気がします。あーなんかだかだらそここまででいくとこう 我々この例えばこの「こと,とば仲川」って事業だったりこの駅ビルの中の情報の発信の仕方とかその切り口によってそのログ残るログの意味が意味とかえっともちろん受け取り手も変わるけどそこの意味合いがちょっとずつ変わってはきますよねすごく。ね誰に届けたいのかももちろんそうなんだけどなんかこう例えばこのね 駅ビルのなんかこうちょっとバズるようなことがバーンとあったときにそ,のそこにリーチしようとする人はどこからどの情報を持ってくるのかとかそうそうニュース作るためにどこの情報を拾っていくのかみたいなみんな同じとこから取っていくわけじゃないじゃないですかそうそうそうういう時にはなんか確かに同じことなのかもしれないですよね。ですね。 でもあとはこの私たちアウトリーチとしてこうやって喋ってますけど、うん、スクラップブック研修を重ねてアウトリーチを重ねて少しずつやっぱり私たちの中の考え方もちょっとずつ変わってるなとは思っていて見方もそうだし、はい、選んでくる記事もそうだし、うん、最初、マジ何選ぼうみたいな時間す、ね、すっすごい長かったんですけど、うん、最近、なんかだいぶ前よりかはスムーズにな。なる うん、なんか降ってきたテーマに対してこの人らしいなみたいなのが最初にその私が初めて NRS ラジオで喋ったのが LGBTQ+ プラスを増井さんとスクラップブック研修で喋ったんですけどその時はあの男女で服の服屋さんで男女のコーナーが分かれているのがおかしいみたいな話をしてて。 でもそれは最近あのソリッドのお洋服で解決したんですよ <laughs> <laughs> だからなんかこういろいろ話しながらこうやって私たちは今考えてるけれど実は来年には解決してるようなことがもしかしたらあるのかもしれないなと思ってそ,、ね、そ,うそ,うその時にまたこれ聞いたら面白いかもしれないけねそうそうそうあの時こう言ってたよねみたいなのでもやっぱり世界の常識は進んでいるなぁとは思うし、うん、でやっぱ進めてるのはそれぞれ個人の考え方だからやっぱりその情報をちゃんと取って 発信して自分でも咀嚼していく考えていくっていうのは大事だよねと思いましたね発信が咀嚼になる可能性もあるんですね、うん、そうですねうん、うん、なるほどどうでしょうじゃあそろそろまとめると<笑><笑>まとめますまとめるとやりますねま、まあ、僕なりのまとめそれ,それぞれ行きましょうあそれぞれそれぞれ行きしょうれれなんかれれ、はい、いいっすよ僕なりのまとめはあの。 発信には意味があるどんな小さくてもなるほどっていうのがあってあのもうさっきの話ですよねそのどんな情報でもどんな角度の情報でも、うん、それが役に立つ誰かの。うん それをちゃんと世に資することによって拾ってくれる人がいるのかいないのか、うん、それはその時にはわからないけれども、うん、必ずどこかで意味はあるということは、うん、ちょっと念頭に置いて生きていきたいなと <laughs> 生き方思いますか。か <laughs> ね、私,そか私はですねやっぱ波が来た時にちゃんとキャッチして受け止められる体制は作っておきたいなと思って LGBTQ がバンってった出た時に「うん、え何その英語わかんない」じゃなくて「え何その英語ちょっと教えて」みたいな気持ちで取り組む何事にもね取り組んでみるっていうのがおそらく自分の視野も広げるし、うん、角度も広がっていくかなと思うから。 そういうちょっとした毎日の出来事をちゃんと見逃さないっていうのをしたいかなと思いましたアンテナ張ってというか、うん、そうですねうん、うん、なるほどそんなとこでしょうかありがとうございました <laughs> ありがとうございました <laughs> えっと今回は こういったところで終了いたしましょうか、はいはい、本日は同性婚訴訟について出くわした思いがけない角度からのアプローチスクラップブック研修の振り返りトークでしたありがとうございましたありがとうございましたバイバイ